はい、こんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日やっていきたいのは Tomorrow by Together の新曲ですね。なんていうものかわかんない、これ何 OX1 イコールラブソング、え I know I love you の方でいいの、もうわけわかんないんですけども、はい、読み方本当にお願いします、教えてください。こちらの楽曲の歌声の解説をしていきたいと思います。もう本当にさっき私レッスンが終わって速攻ですね、この後1時間後に韓国語のレッスンが入ってるんですけれども、もう復習なんかそっちのけで動画撮りたいと思います。孫仙人のチェソガニだ。はい、ということで見てきます。おっとけー、あ、韓国語マニマニ、おっとけー。孫仙人は어떤차나서누구나의시선삶에넣어요있는법모판적근원이라고할수있다작게든작게든크게든우리는그시기를그시기를지나며영혼의하기와링크멍을제험하게된다그런데어떤사람들에게눈에게그멍은너무나자주복잡한형태를띈채로띈채로띈채로시는진범학은한다강유정시위금영에대한탁원탁월한메타보메타보메타보맨홀 What? 이기모지모와가란노다가なんか想像してたのと違うんだけど。What? 何？待って。Oh, I know I love you, I know I love you みたいなこのノイズを入れてます。ちょっと待ってください。あ、イゼロ、このさ、イゼロの発音が超好き、待って、やば。イゼロ、これ分かってくれる人いませんか？イゼロ、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 ここが好きです。で、抜くんだね、最後ね。ボンギョくん、やっぱ彼はね、本当に透き通るよな。すごい息の量で歌うんですね、彼ね。もうなんかそういう声しか私今まで聞いたことないんですけど、ちなみに。あんまりね、彼の張りのある声を聞いたことがなくて、逆にね、あのファンの方、逆に彼がこう張っているシーンがあったらぜひ教えていただきたいんですけど。おー、息たっぷりでございますね。あら、もう横顔も綺麗のなんのっつって。ちょっと待って。何？誰？ヒュニンかーい。ニンニンじゃないですか？ニンニンの歌い方強くね？マナフィフォーバダダダみたいな。わざとね、こういう歌い方してるね。わあ、すごいね。ちょっと待って。もう一回ヒューニン回いきます。みたいな、このリズムもめちゃくちゃいいな。すごい Thinking about you がすごいね。いいね、なんかすごい英語がなんかバチャバチャで来てるんですけど。ねえ、ちょ待ってよ、スビン君からのてよな、何やってんの。I know! みたいな感じで、ちょっと待ってよ。I know! Really can feel! Feel it! 何？すごくない？って、あら、ここで止めてもイケメンってどういうことなの？ちょっと。整いすぎじゃないですか？はぁ。ちょっとやったね、今ね。I'm
中。天使じゃん。あーララちょっとこう息を流すように言ってますね。No I love you, I know I love you。 このやばいな、このノイズがやばいな、なんだこれ。今のビブラート聞いたかいな、みんな。おぉ。Nothing のところがもう美しすぎて無理。ガージー。あー、thing, thing。すげえっす。あー、me.こうやってひっくり返すんですよ。これがやばい、これがやばい。次のクッカージ、こっちのクッカージはそんなに激しく取ってないね。スビナー。やっぱね、テヨンいいな。彼のね、ニュアンスが好きなんだよね、歌のね。なんなら、たなたみたいなことね、やるんですよね。かっこいいんですけど、ヨンジュンくん ?My love is for you, my love is for you, my love is for you, ダンみたいな声をね、作ってるのかな、これ。こんな声だったっけ。ああ、いやでもちょっとこんな感じだったね。ただ、ちょっと大げさにやってるかな。ああ、強いね。強い。ちょっと待って。ああ、ボンギュ?ボンギュくんのさ、エッジボイスなんか初めて聞いた気がするんだけど、それは気のせい?あら、なぁ、なぁ、なぁってやってるのね。これちょっと一曲多分上なんですけど、もっと低いところでね。ボンギュくんのなんか低音がすごくいいんですけど、意外と男らしいんですね。あらららら。マチナッツって。I know it's real, I can feel it! 本気?この感じ、え、つえー、つえんだが、はぁ。あー、いいな。いいなー、新曲。待って。ならくへちょう。Use me like a drug. Wow. このヨンジュンくんやばくない?え、待って、え、よくない?今の聞いてないよ。最高。歌うまい人の鼻歌って最高説あるんですよ。最高説あるんですよ。あるんですよ。Say love me, say love me, ララララララ、わー、好きですね。誰か口笛吹いてるしね、しかもね。この後ろのさ、女の人の声も最高なんだよね。マジさ、ボンギュくんさ、美女やばくね?かっこよすぎるんですが、かっこいいっていうかさ、綺麗すぎん?ライターがつかない。
うわ、あ、うーわ、このボンギュくん、あーら、あーらららららら、あらー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 ら、めちゃくちゃかっこいいんですけど、はぁ。なにこの顔。国宝なんですけど。キリオプソソで、ちょっとテヨンくんやばいね。すげーよーみたいなさ、ちょっとこんな乗ってないの、こんな乗ってないの、もっとかすかに乗ってるんだけど。いやー、ちょっと今回すごくない？テヨンくん？テヨンくん、私の知らないテヨンくんがここにいるんですけど、こんなワイルドな感じ？この後ろの吐息とかもさ、マジベストなの。もう一番幸せなとこにいます。ってこう、はぁってめっちゃ吐いてんのね。すげーね、すげーね。今回パワーがすごい。なんか入れるとこも抜くところも全部パワーがある。 I know I love you。このさ、女の人さ、めっちゃいいんだ、めっちゃいいんだよな。ちょっとこう、こもった感じの声っていうか、突き抜けるような感じではないんだよね、声質がね。ちょっと曇った感じなんだけど、でもちょっとクリアで、みたいな、なんかさ、なんとも言えない声質なんですけれども。めっちゃいい声なんですけど、セオリさん？セオリさん？鼻に抜くんだよね、この人。セオリさん。セオリさん。Say you love me, say you love me, say you love me. ってこうやって鼻に抜くの。くらなくかじかじってちょっと早いんだよね、やっぱね。All or nothing. ねえ、ちょっと待って。止まるしかねえじゃん。どうする、ここ。待って。ああ。カがやべえ、カがやべえ、カのスピード感、この音を当てるスピードがピュッと速くなる瞬間がやっぱね、すごく特徴的に聞こえるんですよ。そこがね、めっちゃ好き。あと鼻に抜くのね。ガジ、クガジ、ガジ。わあ、すごいいいね。もう抜いてるね、ここでね。定番。夢系？車燃えてたけど、さっき。燃えてなかったと。しかし、なぜここに一体布団があるのかと。不思議ですね。なんでここで寝てんの？で、終わるんだ。はぁ、そうか。このさ、いいね。TXT のこの X のところにハートがついてるの、かわいいね。へぇ、知らんかった。はい、お疲れ様でした。皆さん、いかがでしたでしょうか？もうほんと意味わからんぐらい止めたと思うんですけど、いや、今回ちょっと待って、テヒョンくん、テヒョンくん、え？テヒョンくんみたいな。本当にもうなんかね、テヒョンくんへの戸惑いが本当に止まらなくて。そうで、ちょっとね、ヒュニンカイくんとか、あとはボンギュくんの、ちょっと今まで、あれそんな声で歌ってたっけみたいな、ちょっと新しい一面を見ることができたなというふうに思ってて、これどうなんだろう、ごめんなさいね。日頃からさ、トゥモローバイトゲザーを追ってる人たちからしたらさ、あ、いつもの声ね、みたいな感じなのかもしれないんですけど、私ね、ちょっと今まで彼らの楽曲、あ、これ好きだなと思って聴いてた曲の中には、ああいった声質がちょっと入ってなくて、あらあら、あらあらあらということで、ちょっとびっくりしちゃいましたね。なんか曲の感じもすごい洋楽のさ、テイストすごくない？今回なんかドライブ中に聴きますけどみたいな、なんかそういう感じの楽曲に見えたな。なんかこの映像とはまた別でね、曲だけ聴いてるとなんかそういう風に感じれるような、そんな仕上がりになってますね。面白い。これはなんか後にまた繋がっていく物語があるんでしょうか。引き続き追っていきたいと思います。